はい、Adobe コミュニティエヴァンジェリストの1位です。このチャンネルはですね、プレミアプロの様々な情報を発信していくチャンネルです。特にですね、プレミアプロのバグ撲滅を目指して、頑張ってるチャンネルなんで、ぜひチャンネル登録もしていただけたらと思います。で、今回ですね、コメントをいただいておりまして、YouTube のコメントなんですね、イッチーのゲームさんからですね、バグではないですが、少し引っかかることがあったのでコメントします。ファイナルカットでは地震といったカメラを揺らすエフェクトがあったのですが、プレミアにはそれがないんですよね。アフターエフェクトでは一応できるのですが、わざわざ開いて作るのがめんどくさいんですよね。というコメントをいただいております。これ確かにアフターエフェクトの、ウィグルという機能を使うと、画面を揺らすエフェクトですね。が、作ることができて、かつエッセンシャルグラフィックスのモーショングラフィックステンプレートかな。で、アフターエフェクトから、プレミアプロに持ってきて使うことができると。いう機能があるんですけど、これについて YouTuber のラクーンエフェクトさんがすごく丁寧にご紹介してくださってまして、それを見て作るとモーショングラフィックステンプレートを自分で作ることができて、プリセットのように扱うことができるということができます。なんですけど、おっしゃるようにですね、アフターエフェクトが苦手な方もおられると思うので、なんとかプレミア上で、そのようなことができないか考えてみたので、それを今日ちょっとご紹介できたらなと思っております。で、今回はその作り方をご紹介するとともに、プレゼントとしてプレゼントも考えているので、概要欄の方を見ていただければダウンロードできるようにしております。とりあえずじゃあ使い方をご紹介します。どうぞ。プレミアノート。はい、それではやっていきましょう。地震のように震えるエフェクトということで。こんな感じですね。これテロップですけど。これとか、画面全体をこう揺らすみたいな。こういうことが、プレミア上でできたらいいなということなんですね。で、それを今からやってみたいと思います。やり方はですね、もう超アナログです。キーフレームを打っていきます。これキーフレームを打っていって、揺れる状況を作ろうと思うんですけど、モーションの位置にキーフレームを打っていくわけですけど、打ったキーフレームそのものを、プリセットとして保存することができます。それがこのエフェクトパネルのプリセットという、この項目に保存することができると。そのやり方をやっていきたいと思いますが、この文字を地震のように揺らしていきたいと思います。エフェクトコントロールパネルですね。エフェクトコントロールパネルのモーションの位置、ここにキーフレームを打っていきたいと思います。ピュチッと。で、1フレーム動かして、このモーションをクリックして、微妙に動かす。1フレーム動かして、微妙に動かすと。動いてんのかな ?1 フレーム動かして、こういうことか。微妙に動かすと。こっちかな。1フレーム動いて、微妙に動かす。1フレーム動いて、微妙に動かす。1フレーム動いて、微妙に動かすと。これで、ちょっとだけ揺れましたね。当然これめんどくさいので、何個か、5、6個、7、8個打って、それを、キーフレームを選択して、コマンド C、編集のコピーですね。して、ペーストすると。もう一回全体を選択して、コマンド C で、ペーストすると。これバイバイゲームで、どんどん一気に、増えていくんで、めんどくさいんですけど、めんどくさい割には、意外にサクッとできてしまうと。こういうことですね。これを、とりあえず尺の分だけ貼り付けてしまえば、もうちょっとだったか。貼り付けてしまえば、はい。こんな感じで、キーフレームが山ほど打たれると。で、再生してみると、こう震えると。ちょっと、この震え幅とかは、キーフレームの打ち方で変わってくるんであれなんですけど、こんな感じですね。これで約5秒ぐらいキーフレームを打ったことになるんですけど、これを、ここの、プリセットとして保存する方法なんですけど、エフェクトコントロールパネルのモーションですね。これをコントロールクリック、右クリックして、プリセットの保存と。これをします。あとは、これで、地震とか、名前をつけて OK を押すと、ここの、エフェクトパネルのプリセットですね。ここに出てくると。で、あとはこれを適用するだけで、次からできちゃうと
いうことなんですね。便利。はい。ただまあ、テロップだとこんな感じに、まあいいかなと思うんですけど、画像に対して、動画に対してこれは当てはめると、ちょっとまあ、揺れるんで、サイズが足らなくて、ちょっと下の絵が見えちゃうんで、これに関して言うと、このスケールですね。エフェクトコントロールパネルのスケールで、例えば110とか、打つと、ポッとでかくなって。で、これで見切れずに、地震エフェクトがかかったかなと。こんな感じになります。結構いろいろと流用ができるので、で、これ自体も、モーションかな。右クリックでプリセット望んで、地震、フルサイズと。名前付けて保存すればまた別にできると。こういうことなんですよね。で、もっと言えば、この位置のモーションを、今1フレームずつさっきやりましたけど、まあ何でしょう。このぐらいかな。5フレームとか10フレームとか、ちょっとサイズを変えてですね。もっとか。サイズを変えて、ちょっとゆっくりめに揺らすみたいな。キーフレームの間隔を大きく広げて作りまして、でスケールもちょっと110と。そうすると、こんな感じで、ちょっとまあ手ぶれっぽく、カメラを固定して撮ったにもかかわらず、ちょっとまあ、ハンディカメラで撮ったような手ぶれを再現することもできると。で、当然これを、今のようにプリセットに保存することもできると。みたいなことですね。はい。ここ。この方法を使えば、キーフレームで作成するのはちょっとめんどくさいですけど、まあコピペ使えば、まあ意外に結構サクサクとできます。なんで、これで一回作ってしまって、プリセットとして保存してしまえば、次からも普通にエフェクトのように使えるので、ぜひ、アフターエフェクトあまり使わなくて、プレミアをよく使うという方は、この方法がいいんじゃないかなと思ったりします。で、今作ったプリセット、このプロジェクトをですね、概要欄からダウンロードできるようにしておきます。ちょっとまあ、プリセットそのものを保存すると、現状今保存されているプリセットも上書きされてしまうみたいなんで、このプロジェクトそのものを、概要欄からダウンロードできるようにしておきます。なんで、これ開いていただいて、このエフェクトコントロールのビデオのモーションですね。ここからご自身でプリセット保存していただければ、先ほどの、ご自身のエフェクトプリセットに、新しいエフェクトが追加されていくので、これで使っていただけたらなと思います。一応ですね、このテロップ用の、地震と、画像用の動画用の地震と、あとまあちょっとハンディっぽい動きの3パターン、このプロジェクトダウンロードできるようにしておきますので、ぜひそちらでお試しいただけたらと思います。プレミアノート。はい。ということで、今回初めてですね、YouTube のコメント欄へいただいたコメントに対する、お返事ということで、こんな形にしてみましたけど、これからもですね、どしどしコメントいただけると嬉しいと思っております。まあね、僕がこういうふうに対応して、発信することもできるネタもあれば、難しくてですね、アドビの本国へ投げて、なんとか対応をお願いできないかとお願いすることもできるので、ぜひぜひ、どしどしコメントいただけたらと思っております。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。